覚えになった。悪漢、特に貴様は肝に銘じておけ。個々の兵士が強くとも戦果などたかが知れている。大きな戦果を上げたくば、個よりも集団を優先せねばならん。お貴様か、その後も励んでいるか。そうか、ならばいい。貴様らを含め104機で調査兵団に入った連中はそれぞれ持ち味が違う。自他の持ち味をよく見極めた上で各自が果たすべき役割を果たすように心がける。それさえできれば必ず生き残れる。貴様らならばきっと優秀な兵士になれるだろう。卒業からほんのわずかな時間、104期生は皆見違えるように変わった。私のそう思ってくれるのか。だが個々の努力あってのことだ。104期生のことは解散式の後もずっと気にかけていた。そしてこれからも勝手に見守らせてもらうつもりだ。今となっては私など傍観者に過ぎんが、陰ながら皆の活躍に期待している。話そうと思ってたことがあるんだ。あれからもいろいろ考えたんだが、結局はっきりした解決策は浮かんでこねえ。今の状況をすぐに変えることはできねえかもしれねえが、それでも俺は必ず結果を出さなきゃなんねえ。正直言ってやりきれねえことばっかりだが、少しでも前に進むために今は全力を尽くすしかねえんだよな。それでいつか巨人を駆逐して自由を手に入れる。もちろん俺たちの故郷も取り戻す。ああ、やってみせるぜ。あの時お前が俺を仲間として信じてくれて、なんか目が覚めたような気持ちになったんだ。だからお前のおかげだ。ありがとな。俺は絶対に諦めない。お前も辛い時や困った時は俺を頼ってくれ。これからもよろしく頼むぜ。任務ではエレンもアルミンも無事だった。私が見ていなくても二人は大丈夫なの。やあ、ミカサから聞いたぞ。この前の任務じゃすっげえ活躍してたらしいな。さすがだね。僕なんかエレンに助けられてばかりだったよ。アルミンも頑張ってたじゃねえか。俺だってお前に助けられたんだぞ。二人で助け合っていたのね。うん、本当によかった。私がいなくてもエレンはみんなと助け合って戦える。それが分かって安心した。いつも言ってるが、俺はお前の子供でも弟でもねえんだ。そういうのいい加減にやめろって。
もし一緒にいられなくても、これからはもっとエレンやみんなを信じよう。ミカサ、前より視野が広がったみたい。これって君のおかげなのかな。あなたと話したことで、考え方を、この世界の見方を少し変えられたと思う。じゃあまあ、これからも俺たち4人で乗り切ってやろうぜ。もちろん、僕たちみんなでね。わかった、これからもよろしく。頑張ってたな。あちこち飛び回ってんの何度も見かけたぞ。なあ、うん、コニーとサシャの一件で僕もいろいろ考えて、できるだけ分かりやすく伝えられるように工夫したんだ。アルミンは前からすごいと思ってたけど、今日はいつもより大きく見える。ああ、やっぱりアルミンはすげえよ。しかも今までの何倍も頼もしく見えるぜ。そうかな。君には本当にたくさん協力してもらったね。どれだけお礼を言っても足りないくらいだよ。のようないい仲間がいてくれてよかった。僕みたいな貧弱なやつが兵士になったところで何もできないんじゃないかって悩んでたけど、自分の強みを生かしていけば何かできるんじゃないかって、この演習をやりながらそう思えたんだ。今回は君に頼ってばかりだったけど、次は僕のことも頼ってほしい。きっと役に立ってみせるから。俺とミカサはもともとお前を頼ってるとこあるけどな、これからもみんなで助け合っていこうぜ。うん、そうだね。僕ももっと頑張るよ。例の任務うまくいったな。お前にも世話になった。まあ俺自身も相当頑張ったけどよ。前は憲兵を志してたけど、いつか巨人と戦わなきゃいけねえのはとっくに分かってたんだけど、エレンみたいに思ったまま動けるわけもねえ。誰もがあいつみたいに強くねえんだ。トロストクで巨人と戦って兵士になったことを後悔した。巨人がどうやって人間を食べるのかも見ちまったしな。けど逃げるわけにはいかねえだろ。俺は調査兵団でやっていくって決めたんだ。まあこれでもういつ死ぬか分かんねえし、親孝行も司令とな。母ちゃんの手紙も返事出しておいたぜ。まあそうか。ほんと子離れのできねえ親で困るぜ。そのうち顔でも見に行くさ。さっきはああ言ったけど、まだまだ死ぬつもりはねえからな。そういうわけで今後もよろしく頼むぜ。お互い死なねえよう助け合っていかねえとな。
あの子の期待を裏切らずに済んだのは、お前と一緒に特訓して任務を成功させたからだよな。最初は軽い気持ちでお前に頼んだけど、今は心の底からお前に頼んでよかったと思ってるぜ。お前いいやつだな。ほんと世話になった。変じゃねえぞ。あとできるだけ嘘はつくなよ。あの子のお手本となるような人間にならないとな。よし、俺も決めたぞ。次は本物の天才を目指す。ああ、マジでリヴァイ兵長ぐらいに強くなってやる。新しい人類最強は俺だ。お前もついてきてくれよ。これからもよろしくな。
何の話だ。よくわからんが、クリストの言うことは大体正しいんじゃねえの。そういえば貸しにしといた件だが、この辺でチャラってことでいいぞ。憲兵から逃げるときはお前の機転で助かったからな。やっと私と対等の立場になれてよかったじゃねえか。もともとお前が遅刻したのが悪いんだろ。俺に懲りたら寝坊しないこった。さて、大統の立場として頼みがあるんだが、お前水を汲んできてくれるか。研究はまた振り出しに戻ったんだね。私たちの立てた仮説は根本から間違ってたってわけか。分隊長、元気出してくださいよ。ほら、今晩一杯おごりますから。君からも分隊長に何か言ってあげてくれ。実験が失敗してひどく落ち込んでしまっていてね。その通りですよ。少なくとも仮説が間違ってたっていう結論は得られたじゃないですか。ありがとう、二人とも。そうだね、いくまでも過去のことを考えていても仕方ない。次は違う切り口から検証してみよう。早速計画を立ててくるから、二人とも研究室の片付け頼んだ。忙しい人だな。けどあれでこそ分隊長だ。失敗してもくじけず先のことを考えられる。ああやって常に未来を見据えているような人こそが人類の未来も変えてくれるんじゃないかと思うんだ。だからこそ
分隊長にはどこまでもついていくつもりだ。まあ時々人使いが荒すぎて参ってしまうんだが。ああ、分隊長は人類の未来のために欠かせない人だと昔からずっと思っているんだ。さて、長話に付き合ってくれてありがとうな。これからも時々話を聞いてくれると気晴らしになる。それじゃあ研究室の掃除も手伝ってくれるか。散らかってるが君と一緒ならきっとすぐに終わるさ。ぜひお礼を言わなきゃと思ってね。君のおかげで任務は大成功だよ。私たちのやってきた研究がようやく実証されたんだ。これはきっと人類にとっての大きな一歩となるはずだ。私たちだけでは挙げられなかった成果だよ。巨人化の仕組みも解き明かしたいし、立体軌道に頼らずにかつ確実に巨人を倒す兵器の発明も。しかし君の努力や根性には驚かされっぱなしだったよ。リヴァイたちには無理させすぎだって何度も怒られたけど、君はしっかりついてきてくれた。心から敬意を表するよ。調査兵団はこれからも厳しい戦いに臨むことになるだろう。いや、これまでよりももっと厳しい戦いになるかもしれない。君にはどうかこれからも調査兵団に力を貸してほしい。その力はもうこの兵団にはなくてはならないものだ。謙遜しなくてもいいのに。私も全力で君をサポートするつもりだ。何かあったら気楽に言ってほしいな。さて、そろそろ次の実験の作戦会議と行こうか。一緒に来てくれるかい？返事だ。あ、そうだ、モブリッドも呼んでこないとね。よーし、まだ見ぬ巨人たち待っててくれよ。君か。調査兵団の兵員不足の件だが、何かいい解決案を考えてきてくれたか。なるほど。その中で君が一番いいと思う案はどれなんだ。人を増やすのではなく、今いる人材を最大限生かす方法を考えるということか。確かに調査兵団の中にはさまざまな技能に秀でた人材が多くいる。そういった人材をリーダーにして各分野の技術向上を図れば、結果的に組織全体の強化につながるだろう。ではリーダーとしての適性がある人材と実際に話して具体的な計画を練ってみてくれ。
戦慄庵の方法や手順について僕がみんなに指導をできるかな。でも僕で役に立つなら私も喜んで協力するよ。馬の世話には自信があるし、みんなに教えられることもあると思う。少数精鋭の組織づくり計画も進んでいるようだな。この計画が実を結び安定して戦果を上げられるようになれば、おのずと入団志願者も増え、兵員不足を解決できるかもしれない。そう考えれば最初の一歩を踏み出したことは大きい。たとえ小さな一歩でもまず踏み出すことが大切なのだと私は思う。そのことは君も常に頭の隅に置いておいてくれ。解決案を考えてもらったわけだが、難しかったな。そうだ。しかし君は投げ出すことなくいい案を出してくれた。感謝する。調査兵団は常に多くの問題を抱えている。中には兵団の存続に関わる深刻な問題も含まれている。だが我々は今後も壁外調査を継続していくため、生むことなくそれらの問題と向き合い続けなければならない。君には調査兵団の一員としてこれからも問題の解決のために力を貸してもらいたい。以上だ。何か私に聞きたいことはあるか。まずはウォールマリアの奪還だ。人類の未来は調査兵団の活動によってのみ開かれる。私はそう考えている。だからこそ我々は決して歩みを止めてはならない。どれだけ血を流しても前に進み続けるしかない。改めて君には一層の働きを期待する。頼むぞ。憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。兵長、今日はよく喋りますね。バカに、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろ、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら
女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。奴は何をしてくるかわからねえからな。ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、アニ・レオンハート。逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボール C7 内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いい、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。ハニー、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？
今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。もう一度ズタズタに添えてやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。
失ってしまった。私の責任の始末は私が。エガタの巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ。絶対に逃がさんじゃねえ。
仕留める。アリは僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。アリ、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してた。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんなタイプがあって人を殺せた。縛って地下に運ぶ。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ
話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたのだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。分かった、死んでもらおう。さま。嘘嘘冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ来たか。実は君に頼みたいことがある。ストレス区に与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえ。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。